シクスト・サンチェス・エンカーナシオンは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、MLB のマイアミ・マーリンズ所属、2015年2月にフィラデルフィア・フィリーズと契約して、プロ入り。契約後、参加のドミニカン・サマーリーグ・フィリーズで、プロデビュー。11試合に登板して1勝2敗、防御率4.56、18奪三振を記録した。 2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズでプレーし、11試合に、先発登板して5勝0敗、防御率0.50、44奪三振を記録した。2017年は、A 級、レイクウッド、ブルークローズと、A 級クリアウォータースレッシャーズでプレーし、2球団合計で18試合に先発登板して5勝7敗、防御率3.03。 84奪三振を記録した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは26位、フィリーズの組織内では1位にランクインした。このシーズンもスレッシャーズで開幕迎えてプレーしていたが、6月に肘の炎症でチームを離脱。シーズン中に復帰することはなかった。この年は8試合に先発登板46.2回を投げて4勝3敗。 防御率2.51、45奪三振を記録した。2019年2月8日に、JT リアルミュートとのトレードで、ホルヘ・アルファーロ、ウィル・スチュワート及びインターナショナルボーナスプールと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。シーズンでは、AAQ ジュピター・ハンマーヘッツと AAQ、ジャクソン・ビル・ジャンボ・シュリンプでプでプレイし、2球団合計で20試合に先発登板して8勝6敗。 防御率2.76、101奪三振を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年8月22日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった。 同日のワシントン・ナショナルズ戦では先発して5回を3失点の投球で初登板初勝利を挙げた。2021年は右肩を痛めて手術を受けシーズンを全球した。体は小さいものの難なく100マイルパーアワーに達する速球を投げ込み2種類のチェンジアップを操るためペドロ・マルティネスと比較する声もある。2017年からはスライダーも投げ始めている。 ありがとうございます。